にちは。はい、今日はですね、ランチを作っていきたいと思います。今日ランチということで、今日はね、ラフな感じでいきたいと思います。ではね、まずね、今日のランチですけど、ズズーン、こちらですね。今日作っていくのはアサリのね、もう春、もうすぐ春なんで、今ね、アサリが出てきてますのでね、アサリのね、パスタを作っていきたいと思います。じゃあね、準備するものね、今日準備したもの、こちらアサリですね。約 400g ぐらいですね。で、あとこちらパスタ 11.6mm か、ごめんなさい、1.6mm ですね。 1.6mm ですね。で、あとエリンギと、シソの葉はね、最後ね、上にちょっとパラパラパラっと。あとニンニク、鷹の爪と、オリーブオイル、白ワイン、塩コショウと、あと料理酒になりますね。では早速調理していく。はい、では早速やっていきます。まずこちらですね、アサリもうね、塩抜きじゃない、砂抜きとね、あとね、表面の汚れを落としてあります。ではまずこちらはね、酒蒸しにしていきます。よいしょ。で、鍋に移します。で、そこへですね、お水ですね。お水、今日こちら 250cc 入ってます。 250cc ですね、入れていきます。で、そこに、お酒、料理酒ですね。お水と同量でいいです。1:1なんで250ですね。はい、料理酒ですね、250cc ですね。これ入れていきます。はい、今このような感じになります。はい、ではね、こちら火にかけてね、まずね、酒蒸しというかお出汁を取っていきます。今ね、アサリの方がちょっと沸いてきましたので、沸いてきたらちょっと弱火にして、で、まあ、アクが出てきたらちょっとアクを取りながら、そうですね、10分ぐらいですかね。まあ、お酒を飛ばす意味も込めて10分ぐらいちょっとね、煮ます。でね、今ですね、お野菜の方ですね、きのことね、きのこと、しその葉かの方はね、あとニンニクの方も切ってきましたね。こちらの方はもう準備 OK です。はい、ではね、もう少しね、アサリの方ね、ちょっとね、ボイルしていきます。はい、今ね、お湯沸いたので、ではパスタの方をまず入れていきます。はい、パスタ入れていきます。表示のね、時間より1分ね、短めにボイルする。今日は6分です。ボイルする。はい、ではね、ボイルしている間にね、スープ、ソースの方を作っていきます。よいしょ、弱火で。はい、ではまずオリーブオイルですね。オリーブオイル入れていきます。ちょっと多めです。ちょっと多めかな。で、オリーブオイルしたら、まあ、ニンニクですね、スライスしたニンニクの方入れていきます。で、ちょっとね、香り出していきます。ちょっとね、油が温まる前ちょっと強いですね。で、焦がさないように、沸いてきたら、で、火を止めます。ではね、あとね、鷹の爪もちょっと入れます。あ
いいですかね。ではここでね、もう高菜爪だけはちょっともう取り除いちゃおうかなと思います。はい、ではね、先ほど切ったねエリンギですね、エリンギ入れていきます。軽く炒めていきます。火はまあ中火から弱火ぐらいでいいですね。で、軽く炒まったら、白ワインですね、白ワイン入れていきます。風味つけます。アルコール飛ばします。ではね、先ほどね、出汁を取っておいたアサリのね酒蒸ししたスープですね、こちらスープの方だけ入れていきます。1杯2杯ぐらい入れていきましょうかね。2杯ぐらい入れていきます。でちょっとね、人に立ち焼きね、立てますね、こちらですね。はい、こんなもんでいいですかね。はい、人に立ちしたらね、一回弱火にしときます。ではね、パスタがね、茹で上がるのを少々お待ちください。はい、今ね、パスタの方がね、ボイルできましたので、ね、フライパンの方にパスタを落としていきます。ではね、フライパンを移したらちょっと中火にします。で、このスープをちょっとね、今のスープをちょっとスパゲティの麺の方に吸わせていきます。で、ちょっと火強めます。ではね、ちょっと塩コショウで味整えます。まあ我が家はこれね、ちょっと粗挽きの塩コショウを使います。で、ちょっとね、ちょっと味見ます。いいですね。あとお好みでね、塩コショウの方はね調整してください。ではね、先ほど切っておいたね、こちらね、しその葉半分だけ入れます。で、軽く混ぜます。はい、こちらで軽く混ぜれば完成になります。はい、では盛り付けていきます。はい、こちらで本日のランチ、アサリのスープスパゲティですね、の完成でーす。美味しそうですね。もうね、そろそろね、アサリの時期になりますのでね、簡単なのでね、もしよかったら皆さんもやってみてください。では、いただきまーす。